すいません、つぐみさんはいる？つぐみ？おいつぐみ、他のクラスのやつが呼んでるぞ。はあ、もしかしてまたか？また？そういや最近しょっちゅう呼び出されてるな。何してるんだ？それは、貴様には関係ないだろうが！へいへい、そう言われるとは思ったけどよ。とにかくここは人目が多い。場所を変えるぞ。はーい。何か人に見られちゃいけねえことでもしてんのか？あれ、楽は知らないの？清志郎ちゃんの秘密。秘密？っていうか、お前がそういう言い方をすると思いっきり怪しいんだが。実際怪しい話だよ。この話が事実なら、ぼんやり高校の男子全員が放っておかないくらいにはね。なんせ清志郎ちゃんと女子たちのめくるめく感能の世界だからな。感能？ああ、最近清志郎ちゃんはトイレの中で女子たちと何かをしているらしい。そしてトイレから出てきた時、清志郎ちゃんは必ず顔をあからめている。このことから推測するに。推測するに？清志郎ちゃんは女子とすごく色っぽいことをしているに違いない！銃殺か撲殺か選べ。撲殺で。ダハッ。銃。勝手に変なことを吹き込むんじゃない！一条楽、この男の言葉なんか信じるなよ。全て嘘だからな。やだな。トイレであれをしてるのは本当でしょ？なぜ貴様がそのことを。おいおい、二人で話を進めるなよ。余計に気になるじゃねえか。いや、その、こんなこと人に言えるわけないだろう。あの、つぐみさんはいますか？よ、また来てよ清志郎ちゃん。胸神様は忙しいね。あ、こら。胸神様？ああ、なんでも清志郎ちゃんの胸にタッチすると、その後自分のバストがどんどん大きくなるって話だぜ。女子にとっても男子にとってもロマンのある話だよな。へえ。こら、急に胸を見るな。いや見てねえし。最悪だ、よりによってこんな恥ずかしい話を貴様に知られるなんて。ったく、つぐみも大変だな。無理することないと思うぞ。だが女同士だからっつっても立派なセクハラだろこれ。あんたも嫌がってる相手の目を触ってまで大きくしたいのか？って、この質問自体がセクハラだな。あ、そういうわけでは。いや、いいんだ一条楽。私一人我慢することでお嬢の友達たちが幸せになれるというのなら、私はこの身を捧げることは厭わない。立派だね清志郎ちゃんは。貴様は黙っていろ！ふがっ！そういうわけだから気にすることはない。それでは行こうか。はい、胸神様。なんだかな。急に大声出してなんだよ。貴様に人生相談がある。ちょっとついてこい。人生相談？
つぐみが俺に？で、人生相談ってなんだ？いいか、まだお嬢には言うなよ。なるべく驚かせたくないからな。そんな驚くような内容なのか？正直、私もまだ動揺しているくらいだ。まさか、まさか私の実の親が現れるなんて思ってもいなかったからな。お、親？でもお前って確か。ああ、私はアメリカでクロード様に拾われた身だ。親の顔なんて当然覚えてもいない。だがそんな私に急に連絡が来たんだ。山本様より娘探しを依頼されましたという件名のメールがな。は？どうやら私の本当の名字は山本というらしい。しかも父は地方の大地主らしく、海外出張に私を連れて行った際にはぐれてしまい、それ以来ずっと探していたようだ。本文にはこうもあった。父はもう病気で長くないらしい。他に身寄りのない父のため一度会ってほしいと、そして遺産を相続して一族を継いでほしいとも。一条楽、私はどうすればいい？お嬢のそばを離れるなんて嫌だが、父にはちゃんと会うべきだろうか。その遺産って10億くらいだろう。手続きに120万。なんで貴様が知ってるんだ？俺のところにも昨日来たよ、山本様からな。こっちは娘の婿を探してるらしいけど。何？それってまさか。そう、つまり私の父は貴様を私の婿にしようと。そんなのはダメだぞ。急すぎるし、お嬢になんて言えばいいんだ。ちげえよ、こんなのただの迷惑メールだろうが。え、迷惑メール？おい、マジかよ。あんなメール絶対騙されるやつなんかいないと思ってたのに、目の前にいやがった。私は何をされたのだ？それに迷惑メールとは？ああ、そこからなのか。いいか、迷惑メールってのはな。てなわけで、お前は詐欺師に金を振り込みかけたんだ。そうか、私は詐欺に。そうだよな、そんな簡単に実の両親が見つかるわけなど。ああ、落ち込んじまって。なあ、そんなに落ち込むなって。って、軽々しく言えることじゃねえかもだけど。すまんな。だが同情には及ばない。むしろ詐欺などに騙されかけた自らの不明を恥じるばかりだ。かくなる上は B ハイブの総力を挙げてメールの送り主を特定し、このような行為に及んだことを心の底から後悔させてやる。まあ殺さない程度にな。一応前向きにはなったのか。なんだよ、おたま。さっき遊んでやっただろ。え、そうじゃなくて、何か願い事はないかの。願い事？別にお前に願うようなことはないかな。本当にそうか？本当の本当に？おう、だいたい願い事なんてのは自分の努力で掴み取るもんだろ。神頼みなんかしねえよ。それではわらわの存在価値全否定ではないか。鬼、悪魔、妖怪。妖怪はお前だろうが。何でもよいから願いを叶えさせろ。ああ、もううるせえな。わかったわかった。あ、それじゃあ最近肩が凝ってるみてえだから、ちょっとほぐしてくれねえか。なんじゃ、そんなことでいいのか。その程度の願い、お安いご用じゃ。それ、トントントン。
結構上手だなお前。うん、わらわの力を思い知ったか。この調子でもっと願いを言えよ。トントントン。とりあえず機嫌は直してくれたみたいだな。しかし、なんだろうな、この幸せな気持ちは。子供に肩叩いてもらうって、きっとこういう気分なんだろうな。トントントーンじゃ。坊ちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。今朝のご飯はアジの開きでさ。よし、今日も一日頑張るか。